現在公式戦6ゲーム勝ちがありません。広島ミッドウィークの天皇杯は栃木に敗戦です。一方の横浜 FC、 こちらも4試合公式戦勝ちなし。野津田取った、野津田取って、棚田前を向いた、棚田の右足だ、ナイスキーパー、ブローダーセン、エゼキエウ空振り、もう1回繋いで棚田、井上繋いで横浜 FC、 うまくねターンしましたし、まあここでしっかりとインターセプトを野津選手はして、ここでねしっかりとターンして、まあ右のエゼキエウ選手は空いてましたけど、やはりね彼は本当にこうゴールを取りたいという気持ちがねしっかりと、ま、2人でつないで探す、ヒールで、さて近藤です、縦を破れるプレーヤー、ゴリゴリといった、近藤の左足、大外、林がやった、大外で待っていました、林幸太郎、俺が横浜 FC を支える、大卒ルーキー、近藤選手がね、非常にこう素晴らしい、相手をね、2枚来てましたけど、うまくゴリゴリなドリブルでね、剥がしてきましたし。93分と30秒耐え時、横浜 FC、 後ろから柏が狙っていた、柏が狙ってピエロスだ、忍者柏仕上げたピエロス、1対1広島です。まあさすがのプレーでしたね、ゴールキーパーが見ないところから相手の隙をついて、塩谷です、エゼキエウ、エゼキエウのクロスボール、こぼれた、森島だ、森島の右足、ここで試合終了の笛です。激闘でした。先制横浜 FC 林幸太郎。